ユニークオータ。銭湯天国オータ。今回ご紹介するのは蒲田一丁目にある蒲田福の湯です。蒲田中学校のほど近く、住宅地の一角に立つ蒲田福の湯は、現店主の祖父が昭和24年に創業、2016年にリニューアル工事を行い、シンプルでモダンな現代風の銭湯へと生まれ変わりました。木目の床と黒の目隠しをアクセントにしたロビーはすっきりとした雰囲気。脱衣場にはロッカーとともにサービスの麦茶が置かれており、お風呂上がりに喉を潤すことができます。準備ができたら早速流し場へ。流し場には2種類のお風呂があります。こちらの白湯はお風呂の底から気泡が湧き出るバイブラバス付き、浴槽の角にはジェットが噴出するザブロも設けられています。一方こちらの岩風呂は39度前後とややぬるめ、湯船ではポコポコとした気泡とともに淡い光のライトアップ。また上部のスピーカーからは鳥のさえずりが、さらにはそよ風が吹く演出で、まるで露天風呂に浸かっているような雰囲気を味わえます。流し場には備え付けのシャンプー、リンスもあって手ぶらでも安心です。そして福の湯のもう一つの目玉といえるのが、湯上がりに楽しめる自家製のピザ。店主が生地から手作りしているこちらのピザはもちもちとした食感で本格的な味わい、テイクアウトも可能です。蒲田福の湯の場所は蒲田一丁目、毎週木曜定休です。ピザの販売は土日祝日のご覧の時間に実施。お風呂と一緒に湯上がりピザもお楽しみください。